8月31日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊ぼ二郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日はこんにちは日本放送の飯田浩二です辛坊ぼ二郎ズームそこまで言うか この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度くなく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さん大阪からです。はい、はいえー。現在の気温三十三点五度湿度五十一パーセント風速二点七メートル毎秒ということで。まあ、ね、<ー>一言で言うと暑いですね、はい。暑いっすよね。<laughs> 暑いっす。東京どうですか。 東京今有楽町、日本総屋上の温度計30.4度、ーやっぱりあの秋の声が聞こえてきたかなって感じですかね。若干そんな感じですかねーでー今日がまあ8月最終日ということであしたから9月1日なんですけどもどうもね、うちの近所大阪のうちの近所の小学校なんかはもう学校は今週の月曜日から始まっているところもそこそこ全国的にもあったりなんかするらしいですね。昔はもうとにかく、ね 意地のように9月1日までは <laughs>、はい、9月1日投稿で8月31日まで夏休みでしたけど、うん、今もうその辺が結構フレキシブルになってるみたいでねえほんとうちの息子のところは今日まで休みですよ。そうですか,からということで今日私大阪からで東京のスタジオから増山さんと飯、はいえー、田さんなんで飯、はい、田さん何ですか 頼んだよこの体勢まずいこれが面と向かってたらほらほらみたいなこと言えるんだけどいやいやあの今週スペシャルウィークということでこの番組始まる直前のナイツさんの番組ですでに予告申し上げたんでございますがいわんと飯田の番組は今週なんか千葉県の野菜とかプレゼントあれ私ねいつも実は不満に思ってることがあってました私がやってるこの番組全然プレゼントを日本放送の局側が用意して てくれないので、<laughs> ちょっと寂しいですよね。ねなのでだと、なんかもうあの、うん、もう取時のこの番組でしかないようなものをあのぜひリスナーの皆さん、日頃お世話になっているリスナーの皆さんに感謝の気持ちを込めて、うんはい、お送りしたいとこう思っているのでございます。そ<ー>うえ、ん、え、ね、そしたらこのいいタイミングで私の本が出版になりましたので、はい、もうあの清水の舞台から。 飛び降りた気持ちで、うん、私のご本をプレゼント <laughs> えい、ー、えい、ー、えい、ーえ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 ー、させていただこうじゃないかとよ素晴らしい今日発売のね <laughs> 私自腹一円も切っておりませんけどもハンモトの, <laughs> の PHP というところがハンモトがあの無理やり送りつけてきて、えーえーね、ラジオで宣伝してくださいとかいうもんですからはいえーえー 一つよろししくお願いします日本を追う8割の絶望と2割の希望、この国は歪んだニュースにあふれているあこれはあの、何回申し上げておりますが、本のタイトルは私がつけてるわけで、ございませんので、はい、私、自分で本のタイトルは、今までもう20冊以上出してますけどね、うん、自分でタイトルつけた本は1冊あるかないかですね、うん、2>, 2冊ぐらいかな、飯田君のあの本は誰がタイトルつけたのああれもなんかあの 会議というか、何人かで話し合って決めた。みたいあ、そういうシステムがあるんだ。そうでしたね。あの時は。中身はね、私が全部書いてるんですけども、タイトルに関して言うと、もう出版社に任せっきりで。なんか、あの、本のタイトルって、ブームみたいなものがあって。なんか一冊、ベストセラーが出てる、出ると、似たようなタイトルの。うん、はい。蘇生、乱造する傾向があります。蘇生。ま今回は、あの、この国は歪んだニュースに溢れているという、まあ、今年。 初めに出版した本の、はいえー、実はタイトル同じで。 サブタイトルが変わってるという要するに何が言いたいかというとパパーートトがすすごく売れたようでそしてとといね同時に「ですね風のことは風に問え」というこれは日本放送と関係のある出版社が出しているところでございますこれも引き続き絶賛発売中でございますがどうもこちらはですね完全にピークアウトした感じがありまして最近「あの重藩」という声を全然聞かなくなったんですがここは一つ気合いを入れていただいて皆さん買っていただいてですねはい 何回も申し上げておりますが、うん、あのいろんな飲食物等を局に送,り送っていただくのはもうちょっと勘弁してほしいなっていう感じなんでございますが本に関して言うと、はい、引き続き絶賛受付中でございますのであのね新保さんサインいたしますんでね何でもしちゃうよ <laughs> なんだったらもうねこの勢いでサイン会とピアノの発表会を兼ねてやろうかと <laughs> なんか言いますねじゃあそれね。 でねあのまあ指が検証円でピアノが弾けなくなってですね、うん、困ってるんですね<ー>今ねもう本当に多、ね、いですね検証円になるほどピアノを弾いさそうなんですよ、うん、最近はですねハワイ行ってる間にねはい私自慢じゃありませんがあのー、何でもそうですけれども、うん、習い事とか体を動かすことスポーツなんかでもそうですが二、うん、日休むと一日違う一日休むと二日戻るみたいなことを言うじゃないですか言いますねそういうのねありますねで私もねピアノに関して言うとそれをね、えー 日々こう体感してるのでございますよそれで先週一週間日本にいなかったんですよところがピアノっていうやつはそう簡単に運べないですそうだウクレレぐらいなもんだったらまあ旅行行くときでもウクレレ一つ持ってこうかとかねオカリナとかだったらオカリナ一つ持ってこうかできますけどピアノってどうにもならないじゃないですかなかなかねそこでアマゾンの通販で紙ピアノっていうのを買いましてね紙ピアノ知ってますかピアノって普通八十八鍵盤があるんですよはい 横に長いじゃないですか。あの88の鍵盤が印刷してあって、鍵盤のサイズの紙があるんですね。で、この紙をペペペペっと広げるとですね、目の前にピアノの鍵盤がダッとできるわけです。当然あの指を置いても音は出ませんよ。音は出ない。音は出ないから夜中でも練習ができるわけです。これで私先週一週間海外にいる間もずっと紙ピアノで練習ですよ。ちょ真面目に練習されてるじゃないですか。 そうでしょほいでにだ日本に帰ってきてからもてそんなにそんなとこれはねやっぱ発表会は遠いねでもちょっと着実にねそうですよ腕だからねこの年になってよく分かりましたよ人間ってねほらよく「努力は裏切らない」とかってんか教育者とか言うじゃないですか偉そうに。 <laughs> <ら>いや、人間ってない、ね、いくら努力したって、どうにもならないことあるんだよ。あ <laughs> <laughs> や、また,また。きまね、諦めちゃだめです。<laughs> 本当に。ま <laughs> あ、つくづく思いますね。<laughs> もうね、どう頑張ったって、<laughs> 俺も最近昔から分かってたんだけどさ。はい、どんだけ頑張ったってさ。うん どんだけ努力してもさ、百メートル十秒は切れないと思うんだよ。それはね身体的なねあ、持って生まれたものっていうのがそうそうあるじゃないですかそうだろう、えー。どんだけ努力したってそんなにふさふさにはならないだろう。えーえー <laughs> いやまあこれもね、まあ、科学技術の進歩がこの先どうなるかっていうのはわからないですからね、ええ、<laughs> それ科学技術ですかいやいや科学技術ですよまあ将来未来はねわからないですよそうそうそう iPS 細胞とかがもうちょっとなんかね、うん、リーズナブルにやれるようになったら、うん、いやいくらだってイい出さは植えられますよみたいなことがあるかもしれないじゃないですか<笑><笑>なるほど山中先生 <laughs> 楽しいほ本当に。 <laughs> え<誰>いや山中先生, <laughs> あ山中先生今ねとにかくね、えー、お金がなくて困ってるらしいよ。この間もこの番組で取り上げましたけれども、はい、iPS 研究の論文数がですね、はい、あの発祥の地である日本よりも今も海外の方がどんどん増えちゃってる状況の中で<ー>な,んなんでかっていうととにかく圧倒的に、えー、投下してるお金の量が違うということでうもうあの日本だと日本ぐらいのお金のかけ方だと全く太刀打ちできないとととこれちょっと何とかしないと。 なんか無駄なところにばっかり金使ってんじゃないのっていう感じがねこの国見てるとすごくするんですよね、うん、使うべきところにちゃんとね金は使わないとまずいんだろうと、うん、使うべきところがどこなのかというところの判断をするのが政治家なんだけど政治家の皆さんはやっぱり目先の世論で動きますからね iPS 研究にいくら金投じたところで、まあ、すぐに髪の毛入るわけでもないと思ったら、まあ、ちょっとそんなところに金投じすんのやめよ,めようみたいなことになりかねないですからどうしたってまあそういうすぐに成果の出ないところにはなかなか金が投じられないというようなこともあって。 はい。<this> まあだからまあガソリンの補助金を別にやめろというつもりはありませんけれども、うん、いやでもやっぱりあのお金の投じ方というのはあるだろうというような話は本体でしますのでここで話すべきようなことでもないので,で、ね、飯田君、お<ー>今日は、ね、飯田君が主役ですからね何を言ってるんですか今日はあの私はこっちを見て、ねーーでね、つくづくです、ね、ですニュース見ててこのニュースおかしいだろうともう4時台にやあの詳しくやりますからかこの時間に話すような話でもないんですけども、はい、ちょっと私は怒りに震えておりましてねうん、うん。そうですか あの北陸新幹線が延伸される中うニュースがあるわけですはい,はい,、はい。とこ,すね、ところが、ですねこの報道を見たら、ですよ特に東京の報道はひどいんですけど、うん、東京から敦賀までが何時間で行けるとか、何分になるとか、はいそ,うね、そういう報道ばっかりじゃないですか、あのさ、はい、<laughs> 大阪から何分が大切だろう。<laughs> 東京から誰がるヶまで行くんだよ、まあ、いやそれは行く方がいらっしゃいます, <laughs> 方いますけど方いますよそじゃあ、まあ、それはちょっと四時台にするわ <laughs> <laughs> はいじゃあたっぷりね掘り下げていきましょう、はい、では株と為替の値動きですはい東京株式市場日経平均株価続伸でした昨日と比べ285円88銭高い32,619円34銭で取引を終えましたアメリカの利上げが一旦停止するとの根強い 観測から前日のアメリカの株式相場が上昇した流れを引き継ぎまして東京でも幅広い銘柄に買いが入ったようです為替1ドル146円ちょうど付近での取引昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円高となっております 新聞「ジロズームそこまで言うか」この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」で4時台は今お話に出ました北陸新幹線が金沢鶴・鶴ヶ間来年3月16日開業へというニュースそして5時台は西武池袋本店がストライキを実施というニュースにズームしていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。 メールで送ってくださる方、ZOOM。 ズームアットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想など旧ツイッター X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛望次郎カタカナでズームハッシュタグ辛望次郎ズームでつぶやいてくださいで今日ね、えー、素敵なプレゼント辛望さんの本をプレゼントいたします<っ>今日八月三十一日 PHP 研究所から発売されました辛望さんの新しいご著書ですこの国 次は歪んだニュースにあふれている2日本を覆う8割の絶望と2割の希望に辛抱さんのサインを入れまして 5人の方にプレゼントいたします。こちらもメールでお待ちしておりますので、ズ o ムアットマーク 1242.com まで送ってください。今夜日付が変わる深夜0時までお受けいたしますのでね、あのポッドキャストかなんかでお聞きの方もぜひ参加してください。件名に本プレゼントと書いて送ってくださいね。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。さあ、 ええー、そして、いつものように、ズームをミュージックリクエスト、今日もお届けいたしますが、辛坊さん、今日のお題は。明日から9月と知った時に聞きたい曲。あ、いいじゃないですか。うん、明日から9月と、ええー、知った時に。聞きたい曲。ええ、竹内まりや、セプテンバーを除く。<laughs> おお<ー>。アースウィンダンドファイヤのセプテンバーは。 あもうセプテンバーという曲は除くじゃセプテンバーというタイトルの曲を除いたものでぜひね選曲の理由も書いてズームアットマークチ山口百恵のコスモスかななるほどかなってどういうことですか何あれ決まっちゃったですかいや今なんかねあ山口百恵のコスモスをしみじみ聞きたい気分だなと思ったんです一瞬ま。 あのー、えいやそんなこと別にあのなんていただからとて結構です皆さんが聞きたい曲で大丈夫ですから <laughs> はい <laughs>、はい、お待ちしておりますのでね <laughs> ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せくださいこの後は最新のニュースにズームします <laughs> 大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。 まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです防衛省は北朝鮮が昨夜北朝鮮の西岸付近から北東方向に向けて2発の弾道ミサイルを発射したと発表しました日本の EEZ 排他的経済水域の外の日本海に落下したと推定されます 中国の不動産採用手、壁営研が発表した今年の1月から6月期の連結決算は、最終損益が489億円、日本円でおよそ9800億円の赤字でした。中国高台集団に続き、業界採用手の経営悪化も表面化しました。2021年12月に、中国の上海で拘束された50代の日本人男性が、 今年の8月中旬に起訴されたことが分かりました。中国側は、起訴内容を明らかにしておらず、日本政府が詳細の開示を求めています。総務省は、ヤフーが事前に利用者に十分な周知を行わないまま、およそ756万 ID 分の位置情報データを他の会社に提供していたとして、行政指導を行いました。 ヤフーは検索エンジン技術の開発や検証のために韓国のインターネット企業ネイバー社に検索関連のデータの提供を試験的に行っていました政府は来年度首都直下型地震の被害想定をおよそ10年ぶりに見直す方針を決めました人や建物の被害の大半を占める大規模火災の対策や 急増すするタワーマンンション対策を重点的に検討します交通違反で青切符を交付して反則金を納付させる交通反則通告制度の対象に自転車を新たに加えることなどを検討する有識者会議をきのう開きました来年の通常国会で道路交通法改正案の提出も視野に年,年内に提言を取りまとめます 私立大学の五十三点三パーセントにあたる三百二十校で、今年度の入学者が定員を下回ったことが分かりました。一九八十九年度の調査開始以来、定員割れの私立大学が五割を超えたのは初めてです。 渋谷駅と神奈川県の中央林間駅をつなぐ東急田園都市線で昨日からタッチ決済の機能がついたクレジットカードや QR コードで乗車できる実証実験がスタートしました半導体不足によりスイカとパスモの新規発行が中止される中カード不足の解消や利便性の向上が期待されています 忖託ネタのこの東急電源都市線のクレジットカードで電車に乗れるようになるってことこれそうですそうです、うん、はいどうなの便利なの これねあの、まあ、日本人というよりは、まあ、インバウンドで来る海外のお客さん向けっていうところは結構あって、あ海外から来るお客さんが、はい、日本で電車に乗るとき、いちいち切符買わなくても、はい、クレジットカード、ピッやるだけで乗れるとそ,うそ,うそうそうそう、うん、あ、まあ、それは確かに便利かもしれないけれども、も、うん、パスモスイカが今、半導体不足で、新しいの無記名のやつは出せなくなってるとかい、うん、ス,スイてとパスところにピッとすればいいってこと実は同じでもなくてですね、その手前にクレジットカード ドピー用の。 ものがあってなんで同じセンサーにできないのかな同じセンサーにできないんですよなんか写真見るとちょっと間違えちゃいそう、ね、そうそうそうあと QR コード決済用のも別にあったりなんかして<ー>でかつね今まで通り切符を入れる穴もあったりなんかしてですねえー、<laughs> それが全部一つのマシンで一つのマシンでできるんですけど各々こう読み取り機が別々についているので別別のあこれはね自動改札込むんじゃねえかなっていうのはちょっと思うんですね 自分のところで狙い目でピッとそこに行けるけれども慣れるまでは初めて使うときは戸惑うかどこにセンサーが俺の俺用のセンサーはどこにあるんだとそうなれでいうと私も気知らなかったんですが今、スマホでなんかもうすでに電車乗れるらしいじゃないですか乗れますよモバイルスイカとかねそういうやつですね私、そういうの知らないでですね iPhone にケースつけてるんですね。 そ iPhone のケースに Suica スを刺してそれで乗ろうとしたらエラーが出ちゃうんですよ<笑><笑>な,でなんでエラーが出ちゃうかっていうとどうやらスマホについてる方のセンサーと Suica の方についてるセンサーと2つを同時に要するに機械の側からするとかざされたと思うわけで「おいどっちなんだよ!」ってこういうのでエラー出しちゃうらしいんで。<laughs> それでそれぞれのセンサーの位置というのを精査してですね、はい、あのカードでもセンサーついてる場所って決まってるらしいですね。それ<ー>でそのセンサーカードについてるセンサーとスマホについてるセンサーを場所離して、うん、それで、えー、やると使えるようになって<ー>なんだか微妙なもんだな <laughs> と思って便利なんだか不便なんだかとか思いながらやってますけどね。うん、あれなんか真ん中にねこう1枚薄い板みたいなのを置いてそうすると。 大丈夫た片っぽを遮断するような用するにね、はい、そういうのって、ね、そういうのは専用のケースとか売ってるんだろうねりあとそういうこう板だけで売ってるみたいなのも、うん、そんなに高くなかったんじゃないかと思いますけどそうかそういうの教えておいてほしいよなあ <laughs> いや,いや,いや,いや当然ですよ当時なかったんだから。 どんどん日本は住みにくくなるな知らないうちにねどん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 進んじゃってよさてものすごくうがった見方という日本語がありますがこれから申し上げることはうがった見方ではなくんだ方ですその2つ前のニュースでですねはい えー、今後、自転車でバンバン青切符切る方向にするぞっていうニュース、これね、多くの人はアグリーで賛成だと思うんですよ。というのは歩道を歩いてて、自転車で、ね、跳ねられそうになって、ですね、はい、なんかムカムカするとかっていう、ちょっと自転車とか無法なんじゃないのとか、歩道なんかバンバン走りやがってみたいな、そう思う歩行者の方、非常に多いので、どんどん青切符切ってな、罰金払わせろって思う人は。 それなりに多いと思いますからこの今後、自転車を対象に青切符であの交通違反の切符は青切符と赤ピック 赤切符があるのは、まあ、常識ですけども、まあ、普通の交通違反の場合は青切符というのを切って罰金払って終わりなんですが立ち、はい、ああの,の悪い交通違反の場合には赤切符というのを切って要するに刑事裁判の対象になるよ、うん、ただし、まあ、赤切符切られたからといって必ずしも刑事裁判まで行くケースってそんなに多くもないらしいんですけども、まあ、いや一般的な考え方で言うと青切符は罰金払って終わりだけど赤切符は刑事処分になるよっていう、うん、そういう認識ですよね。で今まで自転車に に関して言うと青切符という制度がなかったから自転車であの重大な交通違反をするといきなり赤切符になっちゃう、うん、刑事裁判だと、えー、だったらもうあの交通違反を少なくするためにはそのまああの切符切る側もハードルが高いし切られた側も刑事裁判で下手すりゃ。 有罪になっちゃうと、えー、経歴に傷がついたりなんかすることもあるのでまああの軽微な違反に関して言うと自転車に青切符を導入することによって、えー、交通違反を少なくしていこう安全に歩行者と、まあ、自転車に乗る人も安全に、えー、乗れるようにしましょうという方向性に関してはみんなアグリだろうん今ここで言ったことに関して言うとゆが、ね、んだ見方も。 うがった見方もないよね。そうですね。はい、こっからです。歪んだ見方とうがった見方は。どうも最近ですね。交通違反が減って、青ウキップがどんどん減ってるらしいっすよ。歪んでる。で、アウキップの反則金ってね、ピーク時500億円ぐらいあったらしいです。ほう。で、あの海外では。 はい、警察官がその場で罰金徴収して懐入れちゃうってよくありますよね海外の警官は。海外は日本の警官は絶対しないですすすよよよねねね、えー、絶対かかどうかまずしなないすよ、ねはいいでで聞たこと一部に都市伝説みたいなものであの警官はあの罰金徴収すると、えー、ボーナスで自分のところに入るみたいな都市伝説がありますがこれはあくまでも都市伝説で、うん、別に交通違反を摘発した警察官の懐に、えー、罰金が入るわけでも何でもなくて、はい、あれは国庫に入るわけでる。 ありますが、はい、ただあれはね、特定財源なんですよ、言ってみりゃ、うーんだから基本、例えば信号機の整備であるとか、だから年間何百億ですから、かね、それ年間何百億だったやつが、今、ピーク時の半減してんですよ、うん半分ぐらいになっちゃってるわけですよ、そすると、まあ、特定財源が半分になってるという見方もできなくはないわけですよ。なるほどやっぱりあの業界としては、反則金増やしたくないですか や増やしたくはないですよどうしたらやばいと思って二人とも黙ったダメ だから歪んだ見方だって言ってるだろうがその発想は歪んでますって一言言えやすいだろうが確かに顔見忘れちゃっただからね反則金がね青切符の上がりが上がりがいやです。しちゃってんで見込みのね予算が方だなくなるに定財源をやっぱ増やしたんじゃないのっていう感覚はね何でもかんでも金取るなよと私なんか自転車ユーザーですからね取りやすいところからみたいなまあ私は交通ルールにのっとって自転車は走らせておくと。 おりますがやんでもかんでも青切符って言ってな<ー>バキン取レゃいいってもんじゃねえんだよって言うと炎上するから言わないけどさじゃ、うん、<laughs> <laughs> 自転車乗ってる日からしたらねいや歩道走れないって言って車道はだってこんなに路中がいっぱいでさで、ね、こんなリスクの高いところに放り出すのかいって話になるんですけどね。ね以上でしたあれ俺がいたみたいなのって 8月31日木曜日時刻は午後4時3分を回っています。大阪梅田の日本放送関西支社から辛望次郎と。東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと。飯田浩二の3人でお送りしております。はい、メールをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。和田区にお住まいのボムボムプリンさん27歳の方です。ボムボムプリンさんだな。 えー、話題とは全然関係なく申し訳ないです普段サラリーマンをしていますが、うん、今週、夏休みをいただいて江ノ島の片瀬東浜海水浴場に来ていてそこから拝聴しておりますと非日常的に海で泳いだりお酒を飲んで肌を焼きながら聞いているんですがいいですなかなかいいですね,ね<ー>と。で実際に ナンパして振られてる男性の人も見ることができました <laughs> <laughs> <ん>実は一人旅をするのはこの年になって初めてなので、えー、27歳ねうん、うん、楽しい経験をできてとても嬉しく思いますいいですねそんな状況で聞いていただき私ねだからあの20代半ばぐらいでテレビ局に入って初めての夏休みで一人でですね、えー、和歌山の南にある河合温泉というところに行ったんですよで一人で行って 同じユースホステルに泊まっていた男性と知り合ってですね河原でお風呂入りながらビール飲んだりなんかしててその後、うん、40年間の人生で一度もお会いしたことがないんですがつい数年前まで私年賀状もうやめちゃったんですけど、ええ、年賀状やり取りしてた時に、はい、40年間年賀状のやり取りだけしていました。えーへー あのそれ以降ね、そのだから、20代の半ばで一回、そこの川湯温泉というところで会って話したきりなんですけども。一人旅ってそういうのがありますから。ね、なかなかいいですよ。はい、楽しんでください。ね、楽しんでください。水分しっかりとってね。あ、そうですね。それとね、今のこれメール聞いてて、ああ、やっぱり日本いいなと思ったのは。海水浴で缶ビール飲んでても、別に怒られないじゃないですか。あ読んで無茶すると、ダメですけどね。まあ酔っ払って海入るのは。 ほほどどにしてもらいたいですがアメリカなんかは基本禁止ですからね外でお酒飲むこと自体なでら日本人って割と酒弱くてアルコール分解酵素がない人いますから真っ赤になったりするんですが欧米人って大体アルコール分解酵素ありますからそんなに真っ赤になったりしないんだけどもだからこそなのかもしれないけれどアルコールに関して言うと日本が多分。 先進国の中で一番緩いかもしれないですね。ああ、なあえて海水浴で子供を泳がせながら、お父ちゃん缶ビール飲んでても。別にそれで逮捕されることないですからね。割とある光景ではね。そうですね。公園でビール飲むとかもね、普通にあるからね。そうですね。花見とかもなかなかできないんでしょうね。ああ、まあ、だから、花見に相当するようなことは無理でしょうね。そう、だから、飯田君が似合うような光景がないんです。いや、いや、冗談じゃないね、それはね。そうだよね。ねえ、もうちょっと。 風が吹く中でさあと桜吹雪とねいいじゃないですか。早つまってるみたいな。ブーロー言ってるけどね。白ご飯玉焼きはなんかタクヤ見てる味がするなみたいな。ネクタイをね頭に巻いてね。どうしよんっつってなって。昭和。やっぱりやめた方がいいね。それはフレーム考える部分ですね。まだまだご意見お待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム ツイッター改め X で参加される方ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください今日ね素敵なプレゼントがございます<っ>今日8月31日 PHP 研究所から発売されました辛抱さんの新しいご調書ですこの国は歪んだニュースに溢れている2日本を覆う8割の絶望と2割の希望になんと辛抱さんのサインを入れまして5人の方にプレゼントですまあ腕組みしているこの想定ね素敵ですね、はい、ねえこのチーフの ところにね、うん、なんかこれお札みたいに見えますけど。そうなんですよ。ポケットチーフが今これ改めて表紙の写真を見たらこのポケットチーフってなんかお札ネジコデリマに見えるなっお札なんじゃないですか。ねなんかアズマックスみたいになってますよ。アズマックス。汗ふいちゃう、ね、お札で汗ふいちゃうというん。あさあさそうこの本にサインを入れて五人の方にプレゼントです。ご希望の方はズームアットマーク一二四二ドットコムまでメル 送ってください今夜日付が変わる深夜0時までお受けしています当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますなお今日のズームミュージックリクエストお題は明日から9月と知った時に聞きたい曲こちらもお待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらです 北陸新幹線が金沢鶴賀間来年3月16日開業へ JR 東日本と JR 西日本は北陸新幹線の延伸区間、金沢敦賀の延長およそ125キロについて来年3月16日に開業すると発表しました。 東京から鶴ヶまで直通する輝きと白鷹は一日14往復で運行します東京福井間の所要時間は最短で2時間51分とこれまでより30分余り短縮されることになりますなんだこんな中途半端なことするかな、ね <laughs> 一気にさはい、はい、大阪、まあ、せめて京都までつないでくれりゃあさ、はい、これこの間から若干物議を醸している、えーえー、東海道新幹線よく止まる話があるじゃないですかよく止まりますよね新幹線最近やったら止めやがってよみたいな、えーえー、で東海道新幹線が止まってそれこそ5時間も6時間も10時間も止まった時に。うん えー、だったらこの北陸周りで行けるじゃんっていうルートが構築されたら、はい、かなり東京大阪の動脈としてはいい路線になりそうなのにな、うんだよその敦賀ってさ敦賀って要するにあれだよね敦賀 <laughs>、はい、は福井県か福井県だけどもまあなんとなく京,京都の北の方っていうようなイメージみたいなね。 だ、まあ、から、ね、昨日か一昨日か別のコーナーで、はい、あそうだ。 佐々木翔さんが福井出身だという話の中で福井県というのは霊、はい、北と霊南というのがあってもともと越前の国と若狭の国とがくっついたところで、はい、無理やりくっつけたようなところで、はい、間にまあ峰があってそれよりも北で霊北南が霊南で、はい、南の若狭に原発が集中しててが、うん、まは、いや若狭の中心都市みたいなところですよね。はいうん、でだけどもすぐ西行くと 京都なんですよだから敦賀の原発稼働する時にいつも問題になるのは要するに福井県知事が権限をいろいろ持ってるんだけど、えー、でも実際は敦賀の原発って大半が京都の方が距離が近いじゃんみたいな、えーまあ、京都の方が福井県の中にあるわけで京都の方が距離が近いじゃんって変な言い方なんだけれどもでもすぐ横京都だから、えー、なんで京都の知事っていうか京都の人たちには何の権限もなくて。 いや県庁所在地であるところの福井の中心から言うとはるかに離れているところの福井県庁にいろんな権限があるのはおかしいだろこれっていう議論が関西でよくあるんですが、はい、その福井の鶴ヶだよねそうですね、はい、その福井の鶴ヶだよね、ええ、福井の鶴ヶまでは東京から来るんで東京から鶴ヶ間は50分短縮されて鶴ヶまで3時間8分、ええ、ちょっと聞くんだけどさはい 飯田君。まあ、飯田君がてっちゃんだから、日本中どこでも行きたい人だと思うんでだ。だから、飯田んに聞いても、しょうがないから、増山さんに聞きます。鶴ヶに来ることありますか。東京から。えっと、行ったこと、金沢まではありますけど。金沢まではわかりますよ。そうですね。金沢まではよくわかります。金沢から先、鶴ヶまで行く。で、ここの間に、どういうものがあるか知ってます。関西人なら即答できますよ、ここ。あ、あわら温泉とかね。はい。はい。 一時期、ニョタイ盛りとかでコンプライアンス非常に持ったそうですね、うわ、何を言うかと思えば、まあね、昭和の温泉やといえばみたいなのがあるかもしれないけどニョタイ盛りっても日本語としてもう死語がある死語だし、そうですね、な度も言うじゃないよ、分かってるんだったらいう、番組中、不適切な発言があります。いごめんなさ はい、なかったことにしてください。<laughs> <laughs> まあ、あの、そういう,ふうに、要するに。<laughs> 昔ながらの昭和の、あの、温泉宿のアトラクションみたいなものが、<laughs> 売りの温泉街が。 ここの沿線にはたくさんあるわけですよ文化的にもねあわら温泉とのそ,、ね、そこ、まあ素敵な温泉地がたくさんあって、はいですね、ここに関西人の下品な親父たちがですね昔ですよ,ですよ昭和ですよ今は品のある人たちがたくさん行ってますけども、ええええ、昔は昭和の下品な親父たちがですね <laughs> サンダーバードという電車に乗っていくわけですよ。よ、はい、昔は来朝<で>と言いましたな。のに乗ってですね、<laughs> ええ、もうあの電車に乗るやつ、乗るや、伊那や宴会を始めてですね、<laughs> もう阿武ラ温泉の駅に到着する頃にはベロンベロンになって、はい、そのまま温泉宿になだれ込むわけですね。<laughs> ええ、で大宴会をやるんですよ。ええ でゆや関西人にとってこの鶴が金沢間の間の有名温泉宿というのはサンダーバードというとこ電車に乗ってですね大阪から気軽にまあ時間的にはかかるんですけど結構かかるんだけどもまあいや代表的な楽遊びに行く温泉場として。 なじみのあるところなんですがいい東京の人はそういう、そこまでの印象はないでしょうそうですね、まずいい温泉があるぞというのはね、あのやっぱねだから、まあ金沢富山、金沢ぐらいまでは、多分観光地として関東の人たちの頭の中に、うん、特に金沢の場合は加賀百万石だの、いいまあ結構。 町並みだの文化的なものだのいろいろこう興味のあるところだと思いますが金沢を越えてそこから鶴ヶの間ってそんなに東京の人が何か気になるようなところでもないかなっていう関西人の方が馴染みがあるかなと思うんだけども、うん、今回の北陸新幹線の鶴ヶ沿延,伸延伸によって、はい、東京から鶴ヶまでは、ええええ、一気に50分短縮されてすごい便利になるのに。はいええ その阿波羅温泉等に関西から行こうと思うとですね、うん サンダーバードは間違いなく敦賀で止まりますから、そうですねサンダーバードは止まりますから、サンダーバードが継続されたとしても止まりますから、そうすると、敦賀で新幹線に乗り換えなきゃいけないわけですよ、乗り換えるということは、ですね要するに在来線から新幹線の乗り換えで、どうも新しくできる敦賀の新幹線駅は、在来線の敦賀の駅よりも何十メートルか高いところにあるらしくて、乗り換えに上下移動が生じるわけですよ。 上下移動だから敦賀まで在来線で行って敦賀で新幹線に乗り換えて敦賀までこの船電車の中で大宴会で盛り上がっていたのに敦賀みたいなところで一旦中断をして階段上がって乗り換えをして次新幹線に乗ったらすぐ着いちゃうわけでしょ金沢は。でトータルで大阪から金沢行く時間がむっちゃ短くなりますっつうんならあれだけども。 わずか二十二分短縮になるだけなんです、うん、22分乗り換えが生じて二十二分短縮されるだけで、はい、電車の中でずっと宴会ということができなくなって、うん、関西からするこれはっきり言ってですね、えー、何もメリット感じないんだなこれああ、これあく<ー><れ>なんかやたら東京の人たちに媚びてないかこの 東京・敦賀間を先に開業して<や>じゃあこの大阪京都から敦賀の開業がいつになるかというと、はい、今の予定では 2040?

駅辺りを行ってそこから南に下って京都京田辺新大阪とおいうふうに行くんじゃないかと言われてるんですがもう用地買収もアセスメントもまだこれからというところでですねいやまだそうなんですいやそれもあってねだからもう、まあ、とりあえず鶴ヶまではなんとか通し,て通しておこうやとなんでこんな中途半端なことするかないやいやだからここまでしかあの揉めずに できたのはここまでだったっていうことですよ誰が揉めてんだここから先ここから先はもうルート巡ってもねいろいろこう政治の動きなんかもありつつですねあとは環境的にもね大阪京都から鶴賀に行くのに今サンダーバートっていうのは琵琶湖頭の中に琵琶湖を思い浮かべてくださいよ琵琶湖の西岸西側を北に上がっていくわけですここがね琵琶湖って言うんですけども強風で まあそれこそ東海道新幹線最近雨に弱くてやたら止まりますけども、このサンダーバードってやつはちょっと風が吹くとすぐ止まるんですよ。すぐ止まるんですよ。このすぐ止まる区間が京都から鶴ヶの間なんです。そうですね。その一番肝心な京都鶴ヶ間が開業せずに鶴ヶまで行くとあと金沢通って富山通って東京までビュッと行けるけれども、で鶴ヶまで行く方法が 言うや、サンダーバードは残してくれるにしても、ですいやそや、風ですぐ止まるという状況は変わらないわけでそういうね、あは新快速で米原まで行っていただいて、だから琵琶湖の今、頭の中に思い浮かべていただきたいんですが、今、飯田君が言ったのは、の私が話しているサンダーバードは西岸、西側通るんですが、東側通って北に上がるっていう代替ルートもないではないんだけども、そうすると距離はちょっと長くなるっていうか、だいぶ長くなるんだね。ですね。 だから、まあ、あの西側の湖西線が閉鎖されたときに、電車があの反対側の線路を通って、大阪、京都まで戻ってくることはあるけどもさ、ちょっとさ。 不便だ関西のこと全然考えてないのこれなんか東京の人はさ敦賀まですごく一瞬で来,来ねえだろあんたたちっていうさいこれねそれこそあの北陸新幹線開業で金沢までの時もなんでサンダーバード金沢で止まっちゃうんだとここから富山まで一気に行けたのにって多分同じ議論があったんですけど。<laughs> まあ、あのそれを保管するようにです、ねあの、鶴剱というです、ねえー、鶴ヶと富山の間を各駅停車で結ぶ新幹線というのもあの増発をいたしますので、<ー>えーえー、一つ、ご容赦いただければそれだ誰の立場に立ってしゃべってんの <laughs> 今ねあの、JR 西日本さんの立場ですね、あのここら辺富山の辺りは西の管轄でございますんで、えこれ、ちなみに北陸新幹線全体は誰が持ってるの、はい これはあの発表にあった通りですね JR 東と JR 西が共同でというか、あのー、エリアをまたいでという感じです、あの実際の運用は糸魚川より向こう側が JR 東で糸魚川からあ富山、金沢、敦賀というあたりは JR 西が持っていると。大半は JR 東日本ってことかそうです、あのー、車両もですね W って書いてある西日本が持ってる車両と E って書いてある東日本が持ってる車両が両方あります。 敦賀まで来るんだったらそこから今の湖西線の在来線を通って乗り換えなしに京都、大阪まで走るとかそういうぐらいのことはできなかったのかいやなんで敦賀で乗り換えなきゃいけないんだレールの幅が違うんで乗り換えというかねだって東北新幹線レールの幅が違うところでも走ってんだろいやそうすると今度は敦賀、ね、から先を全部あのレールの幅に変えなきゃなんないんですよこれはお金がかかるのとですね<ー>あとはあの貨物列車とかが通れなくなるとそれはそれでまた問題なんですよこれが。 なんで日本中同じレールの幅にしとかなかったんだい,いやいやもともとそうだったんですけど、ね、新幹線は標準機って幅にね変えたもんでもともと最初からその幅にしようよって話あったんですけど前も話した通りトンネルのね光景、えー、が大きくなってお金もかかる時間もかかるだから日本には向いてないみたいな,、ねなたね、話になっちゃったんですね戦前の話ですよ <laughs> 誰か責任取れよ <laughs> いや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 こればっかりや

岸田総理大臣が来週から外遊、処理水の安全性について説明。 岸田総理大臣は来週9月5日から10日の日程でインドネシアで開かれる ASEAN= 東南アジア諸国連合関連の首脳会議とインドでの G20=20 の国と地域の首脳会議に出席し東京電力福島第一原発処理水の海洋放出に関して国際的な安全基準に合致していると説明し理解を求める方針です。また放出に反発する中国との首脳会談も調整を続け科学的 選挙に基づいた対応を直接要請する意向ですまああの岸田総理がインドネシアの ASEAN の首脳会合に行くのはまあいい,いいでしょうそれは最近よくある、うん、政治家地方議員国会議員のなんか外遊ってさすがにちょっと。 中身なさすぎて予算の無駄遣いなんじゃないのっていう声はありますがまあ総理大臣の ASEAN アア出席となるとまたこれはちょっと次元が違う話なんでね行ってしっかり仕事はしてもらいたいと思いますけれども。 今、喫緊の課題であるところの中国の対日問題というか、はい、まあ嫌がらせ問題ですね、これに何か道筋をつけるようなことがこの ASEAN アア訪問でできるのかしら、方向性として、今、そんな話にどうなの、中央政界はなってるの。うん うーんまあ結局こっちまあ日本側としては様々な値回しもしてきたということでまあ中国以外でまあ反対しているところというかまあ激烈に日本を批判しているのは北朝鮮とロシアぐらいで、えー、というところなんでまあやることはやってるしねとあとは中国次第だよねという感じではあるようですであの中国の環球時報というまあ地味ニッの国際版みたいなのが社説で、えー、日本政府が悪いんだって日本人は 悪くないとこういとう風にききぶりを変えてきてですね案に嫌がらせとかお前らいい加減やめろよみたいなふうになってきてるんでこれちょっとずつ変わってきてるのかみたいなことも言われてますね。ああのぶっちゃけ私なんかね、えー、中国と、うん、貿易してるわけでもなんでもないので、はいえー、はっきり言って日中関係があの悪化しようと、まあ、例えば北朝鮮とかロシアっていうのとちょっとやっぱり中国って 多くの日本企業にとっては次元の違う存在だったりなんかするわけでな、うんはい、何とかしてほしいっていう声も結構聞こえてくることは聞こえてくるわけで、えええー、どうするつもりどどう誰に決定権があってどういう今後の展開を描いてんのかな日本政府はうん日本政府としてはまあもう説明続ける以外に方法がないというのと、まあ、ここから先は。 うがった見方になりますけれども、まあ、あの国内での風評っていうものが最初、当初問題だったんですがこれだけこう中国の反応というものが出てきてそれがかなりメインとして報道されるようになってくるとですねこれに対してしっかりと対応していく岸田政権というものを打ち出すことがかえって政権にとってメリットになるんじゃないかというようなあ話を聞いたりなんかもいたしますね。うん えそれが支持率,率に跳ね返ってくるという、ね、むしろここで下手に迎合するというよりもしっかりと台湾は開いてるんだということだけ言っておくみたいなことがそうそう国内少なくとも国内政治的にはその方が得だという判断は当然あるんだろうな、えー 今の流れを見てるとねだけど、多分日本政府にとって最近の話でいうと計算違いは、まあ、あの公明党はもともと中国との関係が非常にいいので、はい、公明党の代表を送り込むことで、まあ、ある意味、手打ち式みたいなことになるんじゃないのと高をくくってたようなところはあるよねね、えーまあ、新書まで持までたたししてから、ねえー、ところがその、えー、公明党の代表の訪、はい、中も。 えーまあ、いや拒否みたいな話になって、うん、そうすると、うん、日本がある意味、次に切れるカードとしては、えー、中国と関係の深い国会議員ということになるかはい、関西地方も。和歌山の二階さんに訪、まあ、中要請というものが一部報道ですけれどもね、岸、うん、田さんからあったんではないかという話もあり、えー、でしかも、あのー、二階さんは、 えー、林芳正さんの後というか、林芳正さんが外務大臣になってしばらく空席だったですね、えー、日中友好議連の会長職というものを引く受けになっているはずなんですよ。そこの事務局長が小渕優子さんだったりするというですね。のいや二かですいかあ 時間みたいだね <laughs> どうもね。<laughs> お気づきになりましたか。<laughs> はいではよかったよかった。ね、こので。まあ、何ですかこの渡りに船感は。<laughs> ズームでした。ズ,<ー>ズ<ー>日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです。飯田浩司です。お聞きの内容は配信用に編集したものです。 辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしていますラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。 「ラジオ」ラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱいさらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが「夕刊ふじの記事を解説する「夕刊ふじそこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエスト」など盛りだくさんぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。 八月三十一日、木曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。こんにちは、日本放送の飯田浩二です。さあ、五時過ぎました。えー、ここでね、一つメールをご紹介したいんですが。ほいほい。葛飾区新小岩の悩み悩みの筋肉かあさんという、ね。四十二歳の女性なんですが。辛坊さん、増山さん、飯田さん。<い>毎日ラジオで聞いていますが。 今日は夕方まで仕事で昨日辛坊さんがプレゼントって言っていたのでもしかしたら辛坊二郎さんにご縁があるならばプレゼント欲しいなぁと思いメッセージしました。で私はは16歳と12歳歳との母でですす子供たちは不登校です 明日から新学期しかし2人ともさまざまな、えー、学校に不安を感じているため足が向かない様子です何を言ってもやはり本人たちが納得しないと学校には行かないよなーって思いつつ本当に本当に毎日悩みます。 しかし辛坊治郎さんのラジオは大好きでというか辛坊治郎さんのケ辛坊治郎さんの考察やいやあのね <laughs> 考え方ね分かってらっしゃる <laughs> ね希望抽選エイブルそういったとこもでもね大好きみたいですと<ー>で家族で聞いています月曜日から木曜日まで楽しませてくれてありがとうございますっていうねご意見いただいてますあありがとうございますこの方ね、はい、抽選とは別枠で一冊差し上げますおお でえあの来週ホームをスタジオに今大阪ですから持ってきますからこの方が抽選ん、まあ、5人の方ですよねそうです5人の方5人の方でこれ PHP があの提供してくれる本なんでそれとは別に。

学校行る役に立つことがあるかもしれませんいうんでもね、はい、本当学校いろいろあるから冊組で組在庫排出 <laughs> 放出いや排<何>出じゃねえや排出本音がちょっと出た <laughs> 放出します、まあ、でもねあのお送りいたしますありがとうございますこれからもねちょっと毎日お聞きになってくださいあのそのスタッフの皆さん住所控えていてください <laughs> はいわかりましたしくおではズームミュージックリクエストご紹介してまいりますまずは、えー、熊本の社長さんですはい明日から九月と知った時に聞きたい曲ですそうそう はい、田さんリクエスト曲は松田聖子さん「風は秋色」<ー>80年代の初頭に高校の修学旅行で熊本から軽井沢に行きましたその際誰かが持ってきたラジカセでこの曲が流れていました。ララジジカカセセねですね男女共学の高校だったのであちらこちらで「告白大会私は蚊帳の外でしたが」<ー>という、まあ、そういうことってねあ,<ー>ありますよね。キュン 修学旅行なんてねタイミングですよね本当ねうち男子校だったからそういう楽しみはなかったなっいや、僕も驚愕だったけど特になかったですよもっと悲しい新座市です埼玉県からいただいていますひばりのようりさん52歳男性明日から9月のそんな日は坂木原育恵さんの夏のお嬢さんの EP レコードの B 面だった9月になればお願いいたします<ー>あこれも名曲ですよね そうですか、覚えてますか。あ、覚えてます、知ってます。<ー>夏のお嬢さん、B. 面にひっくり返して九月になれば、お聞きながら、ああ、夏が終わるんだと。戦地になった思い出の一曲です、ね。ありがとうございます。それから墨田区の日本を覆う八割のケチンボさんです。あのね、あのね、<laughs> あのね、<laughs> 何もやらねえぞ。<laughs> いやいやいや明日から九月、夏休みも楽しい夏も終わってしまうと思うと。大人でもブルーな気分になってしまいますよね。 ということで大人ブルーであたあ、たら大人ブルー新しい学校のリーダーズでお願いします今ねすごい流行ってるんですよセーラー服着て歌うねグループあーあれかそう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  <laughs> あーはいはいわ、えーはい、かるわかる,かる首振りダンスする人たちね足立区の56歳のスノーライダーさん、えー、明日から9月と聞いたときに聞きたい曲は井上陽水さんと 安全地帯夏の終わりのハーモニーリクエストします9月と聞くと秋の始まりで夏の終わりを感じますよね夏っぽく体が勝手に動くようなノリの良い,い歌ではなく秋風のようなしれっとした歌のこの曲聴きたくなりますとあとはですね、はい、ラジオネームナイスライスさん58歳大田市群馬県大田市の方リクエスト曲森川ゆかりさんショーミー9月といえば秋の始まり で、聞きたくなるのは、ドラマ男女七人、秋物語の主題歌だから。そう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 。えー、洋楽のあれですよね。うん、えっと、うね、そうですね。それが森川ゆかりさんがね、カバーしてるね。はい、そして、ね、はい、大阪府根屋川市、淀屋橋大江橋さんは。 <laughs> 来ましたよ、えー、山口百恵さんコスモスをお願いしますし以前花輪さんの佐賀の時も事前の宣言通りでした常連さんも忖度して佐賀をリクエストしたようですですから今回も辛坊さんの性格をよく知っている常連さんはこの曲をリクエストしていることでしょうと <laughs> さあどうこの読みがね,ね<え>当たりますか,、えー、かズームオンミュージックリクエストはい 山口智恵、コスモス、<laughs> 素直ですね今日はね。ストレートでいきました。ストレートでね、はいはい、エンディングでおかけいたします。 さあ、えー、ご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムで二十四時間お待ちしておりますのでお寄せください。で、また今日は素敵なプレゼント、辛抱さんの新しいご著書。この国は歪んだニュースにあふれている。つ、それなんか素敵なプレゼントって言われるたんびになんかね、か心臓がキュンってなるんだなこれがな。ちょっ意外と被害はいんだな <laughs> 俺 <laughs> 大丈夫、自信を持ってお送りしましょう。えー、日本を覆う、そう八割の絶望と二割の希望そ。それはね、風のことは風に問えがいいと思いますよ。 はい。<laughs> 新しい本ですのでね、ぜひいろんな方に読んでいただければと、はい、サインを入れて5人の方にプレゼントですメールは zoom.1242.com 今日日付が変わる深夜0時までお受けいたします当選者の発表商品の発送を持って返させていただきますご応募お待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン 今日最後に特集するニュース、こちらです西武池袋本店がストライキを実施。大手百貨店、蘇合西武の売却をめぐって雇用などへの懸念から反発している労働組合は基幹店の西武池袋本店で今日ストライキを実施しました百貨店業界のストライキは1962年の阪神百貨店以来61年ぶりです 一方親会社のセブン＆アイホールディングスは明日9月1日ソゴセブをアメリカの投資ファンドに売却する方針です、えー。正式に発表があったということなどなど先ほどね森田デスクのニュースの中でもありました。はい、明日ですか？31日だから、はい。そうですね。9月1日日ですこれがねなんか大きく報道されている理由はまあ二つ一つはまあ久々の、えー、ストライキだということともう一つは 百貨店が休むっていうイメージが、もう今の人にはなくなってるんだよね。俺らの世代で言うとさ、はい、あの大体あの水曜日のたんびにデート行く友達なんかだと、はい、おい。彼女デパートの人っていうのが昔決まり文句であったんですよ。はい <laughs> はい、でえ月曜日にや休みを取ってなんかあのデートに行くとあ彼女美容師さんっていう<ー>これ関西ですね関東はね曜美容院火曜日でだから関東だと火曜日に休みっていうとうあ彼女 <laughs> あ美容師さんと付き合ってるのっていう話になるぐらいデパートは水曜日毎週水曜日休みっていうデパート多かったですよね昔。そうでですすね明日日木曜からはい だから、まあ、あの昔は知らないとえデパートが休むんだっていうのが非常に大きな衝撃で結局、明日はストライキが行われるストライキが行われるからといって別にデパート休む必要はないんだけど、まあ、十分な従業員が確保できないとまともな商売ができないと、はい、で昔と違うのはやっぱり直営店少なくなってるんでテナントさんがいっぱい入ってるんで営業ができないわけでもないんだろうとは思いますけれどただら、まあ西部、池袋西部限定で。 まあ、いわゆる指名ストって言うんですかね。池袋の西部で働く従業員は。ストライキに参加ということになると。まあ、まともな商売ができないんで、じゃあ、休みますと。うん。安全性の確保とか理由にしてましたね。<い><回>ああ。まあ、そういうことなんでしょうね。はい。ええー、ちなみにストライキ。 自体がやっぱり今の若いいい人にはあんま認識ななかもしれないですね、うん、我々の世代だと毎年ストライキってものすごい数どこの会社でもありましたし私放送局入ってからも何回もストライキ参加してますからね私なんかテレビ出る側だけれども組合員でーまあいやいや あの労働組合ってオープンショップとかクローズドショップとか、まあ、いろんな言い方ありますけれども従業員全員組合に所属してる会社もあれば、はい、任意で加盟してるところもありまして、まあ、あの放送局なんかは多くがオープンショップって言って、まあ、入りたい人だけ入ったらいいんじゃないっていう話なんだけど我々の世代年代だともう。 基本的にオープンショップなんだけれども別に入るか入らないか本人が決められるんだけどもだけど自動的にまあ新入社員は全員組合員になるよねっていう時代に私なんか出る側の人間だけど労働組合員なわけですよ。その組合から ストライキっていうことになると、えー、自分は出てるんだけど、あのー、休みますみたいなことで番組出ないとかっていうことが日常的に80年代はありましたからね、うん、90年代ぐらいまでありましたからねんそんなに珍しくなかったんですが今はもうストライキ自体がもうほとんどなくなりましたからねで、うん、ストライキはご存知のように、あのー、小学校か中学校で習うか、はいえー、日本国憲法28条だよね確かね。 憲法28条、はいえー、これあの教科書書によく書いてあります憲法第28条勤労者の団結する権利および団体交渉、うん、その他の団体行動をする権利はこれを保障する、はい、だからいわゆる団結権というんですか団体交渉権、はい、それからあの、うん、ストライキをする権利というのは憲法上の権利なんでただし、ねうん、日本で労働ス組合ストライキがだんだん減ってきた理由は1つ大きな理由がありましてね、うん あのやっぱり公務員の組合などがどんどん過激派していって本来ならば労働条件の改善のためにやるものが非常に政治的な背景でストライキが行われると、うん、そうすと本来のやっぱ労働条件の改善のためにストーを行うっていうのとかけ離れたところに来たんじゃないのっていうところがあってちょっとやっぱり世間の反発も強まってきたと。 今回のストライキは久々のストだしなおかつ西武百貨店の従業員の待遇に直接関わってる話なんで、えーはい、世の中の人的にはかなり理解のあるストライキだと思いますよ。それでも会社側がストさせちゃうっていうことになったのはやっぱり親会社としてはやっぱり百貨店抱えてるということに関して、まあ、今,今の時代非常に将来の経営を考えた時経営リスクが高まっていると。 いうことなんだろうと思いますがここから話をしようと思ったらなんかもう時間じゃねえかという噂が私の耳のところに聞こえてきたんですが本当、はい、本当です <laughs> <laughs> 閉めますズームオンでした ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのはゼック東京さん、スノーライダーさん、ヘイヘイさん、足立区の楽太郎さん、みかんざキッどさん、長山のゆきさん、飲みすぎ注意さん、足立市のマっさんさん、ヒューパパさん、エビロボタンさん、ヨドヤ橋、オエバシさん、梅干し小僧さん、ワカメちゃん、サンゴーさん、モリリンさん、そらやまちゃんさん、小ひまさん、ケチのことはケチにとえさん。17人の皆様からのリクエスト、<ー>山口桃えコスモス。はい ありがとうやっぱりいいですね。あ染みますね。<laughs> すはい、じゃあ染みたところです。作,作曲佐田まさし。あ、そうそうそう、はい、そうそう佐田さんですよね。はいうん、では明日のお知らせを。はい はい、えー、OK 工事アップダブルコメンテーターウィーク最終日明日は明治大学教授で経済学者飯田康幸さんと前日銀審議員で現在は PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミストの片岡豪志さんでございますぜひお聞きくださいはいその後朝8時からは私も出ます春風亭一之助さんあなたとハッピー明日は親と 親とこの防災への心得をお送りいたしますで抽選でご家族みんなが笑顔になる神戸牛切り落とし1キロプレゼントいたしますんでねぜひお聞きになってくださいそして来週9月4日月曜日はこの辛抱二郎ズームスペシャルです関東大震災から100年都市型震災に備えるを午後3時からお送りします30分繰り上げです えー、首都直下地震の被害想定ですとか必要の備えを専門家に伺うほか荒川区の中学校で導入されているという防災部など日本放送のアナウンサーが外に飛び出しましてさまざまな視点で取材した模様もお届けいたします。是非お聞きになってください さあそしてこの後夕方5時30分からは日本放送ショーアップナイター岐阜の今日は長良川球場から巨人対広島戦解説、真中光さん実況を、諸岡正夫アナウンサーでお送りします。ははい、はい あれはどうなっちゃうのおお、あれよあれまあね、まだ5ゲーム5ゲームあるからいやすみ<れ>ません月が変わって月が変わります何年前だったかななんかさんか9月になったから突然負け続けたことがあったよね、えー、13.5ゲームひっくり返されたことありましたよまさか同じことは二度起きないわな <laughs> あの時も岡田監督でした番組終わっちゃいます新馬二郎とすいませんかと井田小路でした <laughs>